どうして日本へ来ましたか？ブローカーに騙されたからです。ブローカーに騙されたからです。何？日本へ来たきっかけは何ですか？あ、ちょっと待ってください。これはパパに電話してみます。もしもし、パパ、なんで私は日本へ来たんですか？なんで私は日本へ来たんですか？家族と一緒に日本へ来ましたか？いえ、飛行機と一緒に来ました。What? 来るときは何を持ってきましたか？体です。よく家族から電話が来ますか？いつも今月お金を送れましたかって聞かれます。いつも今月お金を送れましたかって聞かれます。じゃあ日本へ来て一番びっくりしたことは何ですか？電車でサラリーマンがエロ本を見ることです。そうですか。それで私も覗けます。それで私も覗けます。日本の好きな食べ物は何ですか？半額の文字がある食べ物で、例えばおにぎり半額とか。おにぎり半額とか。日本の好きな俳優さんは誰ですか？徳田さんです。なに？他には？他にはマリア小沢さんです。マリア小沢さんです。日本のどこが素晴らしいと思いますか？連続過去最多。連続過去最多。将来日本で何をしたいですか？留学の借金を全部返したいです。 Nope. 日本人はベトナム人と何が違いますか？ベトナム語が話せないところです。ベトナム語が話せないところです。 Oh, no. いつ帰国しますか？それはコロナに聞いてみます。それはコロナに聞いてみます。ちょっと待ってください。そうですね。なんかこう質問に答えた途端すぐやる感じ、自然な感じ。じゃあどっちでもいいんですよ。最初は。ゆか先生も、トーンで答えたことあるんです。 OK。